レオナルド・ダ・ヴィンチは、イタリア海軍の戦艦。コンテディ・カブール級。1910年7月18日寄港。1911年10月14日、浸水。1914年5月17日、春港。第一次世界大戦中の1916年8月2日、夜、レオナルド・ダ・ヴィンチは、ターラント港に経流中に。 火薬庫の爆発を起こして転覆し沈没した。イタリア当局は爆発はオーストリア・ハンガリー帝国による破壊工作だと主張したが実際は不徹底な防火と弾薬類の不安定さに起因するものであった。この爆発で乗員249人が死亡した。レオナルド・ダヴィンチは破壊された船体を機密化した上で砲塔などの重量物を撤去し フロートを取り付けて、上下逆の転覆した状態で1919 19年9月17日に、不要された。沈没地点からドックまで移動させるために、港湾の浚渫も行われた。上下逆になったままドックに入れるためには上艦パンの補強が必要となり、さらに煙突が撤去された。ドックで、応急的は、処置がなされた後に、レオナルド・ダ・ヴィンチは再びドックを出て、 海面上で転覆状態を復元する作業が行われた。この作業のために港の一部が春節され、そこで400トンのバラストと7500トンの船内への注水によって船体を回転させて転覆状態を解除した。1921年1月24日のことであった。しかしながら、レオナルド・ダ・ヴィンチは結局修理されることなく、 1923年5月26日に業者に売却、解体された。1923年9月22日除籍される。ありがとうございます。